ちは、長宝寺の清徹です。雨の日の境内の様子です。今日は11月25日ですが、ちょっと小雨がぱらついています。この石段がだいたい50段くらいあって、そこを登ると国宝の本堂と国宝の多宝塔があります。で、本堂の正面が、普段こうやって開けてあって、中がですね、覗き込んでお参りができるようになっています。で、多宝塔の後ろ、右側の本堂から見て後ろの右側の山の中が紀州徳川家の御廟所になると思います。で、本堂から振り返ると国宝の大門が、だいたいこの境内で1万5000坪の広さがあります。